名本騒音県はタイ、北部にある県の一つ、チエンマイ県とターク県に接し、ミャンマーとの国境を有する。高地にあり、涼しい気候が特徴である。サルーイン川は、ミャンマーとの国境線となっている。チエンマイ川というよりは、ミャンマー側に向かって平地が続いており、チエンマイと名本騒音との間は山岳地帯になっている。なお県内の最高峰は、名や峰で、 パーイ郡にあり、海抜2005メートルの地点にある。県内のほとんどが山岳地帯という特殊性から、タイ族の入植が遅くかった。このため、県民の63%は少数民族である。タイ族もいるがそのほとんどは大タイ族である。ラーナー王朝の派遣下にあった後、ビルマに占領されたため、ビルマの文化の影響を受けた建造物が県内には残っている。 時代はおり、チエンマイの魔法タラプラテートは1831年、名本層恩の地域が野生動物の宝庫であると知り、チャオケイをムアンマーに入植する様に命じた。チャオケイ母は、その際現在のムアン名本層恩軍に、戦像の基地を建設。この基地は、名本層恩のコミュニティの中心として機能することになる。その後このコミュニティは、成長を続け、 1784年、当時のチエンマイ王、インタウィチャヤーノン王は、シンハナートラーチャーを名本騒音の国主にした。1890年、ラーマ5世は直名を出し、名本騒音周辺にあった、メーチャリエン、パーイ、クンユワムなどを一つの地域としてまとめ上げ、クンユワムが、県の中心となった。1910年、名本騒音県は、モントンパヤップに編集されたが、 1933年、モントンパヤップは廃止され、名本騒音は現在の県の形となった。県省、名本騒音県は7の軍に分けられ、その下に45の町と402の村がある。国境を挟んだミャンマー側では、ミャンマー国軍とカレン民族同盟が長らく交戦しており、名本騒音県側にカレン族の難民が流入。 10カ所の難民キャンプが形成され、2000年代においても約13万人が暮らしている。ありがとうございます。